さあ、今日はさらにですね、おそこにいっぱい座っている方がいるんで、皆さんお分かりだと思うんですけども、うさたま大脱走、もうすぐ始まっちゃいます。見るよっていう方、踊るよっていう方、踊りますよね。見たら踊らなきゃということで、今日はですね、あの踊りを何倍も楽しめるように、ちょっと僕たちが予習じゃないですけどレクチャーしちゃおうかなと思うんですよ。一緒に踊ってくれるかな。いいと思って絶対言わないでください。はいでいいから、はいでいいから。またありがとう。じゃあ踊りましょうか。じゃあね、レクチャーしましょう。じゃあ皆さんカメラとか置いていただいて、荷物とかもその辺にボーンってやっていていきますよ。この状態からスタートします。いきますよ、せーの、右左右、簡単ですね。その後うさ耳、その時に自分がもう一番可愛い顔をしてください。できてます。こっからうさ玉を作ります。これを前に出す、はい、あと簡単です。手拍子、うん、たん、うん、たん、右手からジャンプ、ジャンプ、もう簡単すぎますね。ちょっと通してやってみましょうか。ゆっくりいきますよ。腰ちゃんと落としてますか。できる方は腰も右左右してる、せーの、プリプリプリ、うさ耳、うさ玉、前出す、うん、あ、うん、あ、ジャンプ、ジャンプ、はい、完璧。ちょっとだけ不満な点があるね。うさ耳の時に可愛い顔ちゃんとしてんのかな。一回そこだけやってみましょうか。せーの、うさ耳、うん、それが一番可愛いと思ってんだ。OK。 じゃあそれでいきましょう。じゃあお父さん、ゆっくり音楽に合わせていきましょうか。 OK、 やってみましょう。はい、ゆっくりね。ワン、ツー、スリー、左、右、うさ耳、出されたまいります。ジャンプ、じゃあもう一回続けます。右、左、右、うさ玉、ちゃんと可愛い顔してんだから、うん、うん、ジャンプ、ジャンプ、OK。本番いきましょう。本番とは何か、ちょっとペースが上がっていきます。心してかかってください。カメラ持ってる場合じゃないんで。よし、せーの、イエイイエイ、左右、うさ耳、うさ玉、前です。完璧でしたね。なんだこの疲れは。皆さんね、なんでジャンプしないんでしょうか。ブレるから、カメラがブレちゃうからかな。お父さんちょっと大丈夫、動機頑張ったよ。あ、頑張った。あ、そうだ、お父さんの腰振り見ました。横目で見ながら、おかしいなこの人って思ってたんですけど、ちょっとそこだけやってみてもらっていいですか。そりゃ疲れるわ、そりゃ疲れるよ。頭ガンガン振ってるもん。え、バイオリン弾かずにやったらどうなんの。うん、あ、いけるね、いけるね。バイオリン持ったら、あ、そうなんだ。難しいね、難しいね。その不器用さがまた可愛いっていうね。え、可愛いお父さんのご紹介でした。さて、もうこれでね、あそこに座って待ってる方たちより多分100倍ぐらい楽しめると思うんですよ。今度踊りたいと思う。秘密ですよ。